メンソーレ。メンソーレ。沖縄か。徳之島わかんないけど。皆さんこんにちは。こんにちは。カメラの学校徳之島編第5回でございますね。はい、なるほど。いやいや、ますますコメント欄で盛り上がってまいりまして。盛り上がってまいりました。これはもうね。どうなんですか、この僕の一人初めてのお使いのね、この大雨でございますけど、取れ高が全くないですね、今のところ、ね、そうですね、今のところ使い失敗してます。本当に飯物は全然取れないしね。おかしい。いや、まあでもいいんですよ、ね、逆にこれがすごい成功しちゃったらもうだって終わりですもん。いる子かって言われちゃいますからね。そうです、そうです。もう僕はね、そういうのと対面にいる人なんで、 うまく取れないカメラマンです。カメラマンって言っちゃうけど。ということで、はいはい、さっき の、 あの前回のね、最後 の、 あの、はい、豪族、お金持ちのお家のハイビスカスと壁からですね、はい、移動してまいりました。あ、移動後からスタートですね、はいはい、じゃあ動画、はい、どうぞ。はい、ツーさんどっか行っちゃうのかと思いました。あれ、なんか可愛い車乗ってた。そうなんです。意外に、長寿世界一の泉重千代さんのお家でございます。さあ、知りますか。知りません。120歳まで生きた。今最高齢、120歳ぐらいまで生きたんですよね、記録の。もう今抜かれちゃったのかな。早速、泉重千代さんの銅像があっちにあるので、ちょっと撮ってみたいと思います、ね、あ、この、あ、銅像がある、はい、長寿の秘訣今から言いますから。はい、ありがとうございます。まあ、聞いた話によると、泉重千代さんは、長生きの秘訣は何だと聞いたら、黒糖焼酎を飲むことと、あとはドラマのエロシーンだと。エロシーンがね、好きですね。スケベな人ってのはね、長生きするんですね。ドラマのエロシーンでいいんですね。そうですね。ドラマのエロシーンが好きで大丈夫ということ で、 そうです。やっぱり焼酎を適度に飲みながらエロシーンを見ると長生きするぞということ。なるほど、ドラマでね。でもやっぱ昔よりもドラマにエロシーンってなくなったんですね。なくなりましたね。今もうコンプライアンスとかあるじゃないですか。そうなんです。これはあの、あれですよ、横須賀編の時のね。あ、そうだ、懐かしいですね。これ結構いいかも。はい、ということで写真どうぞ。ああ、お、早速これですね、僕のベストショット。はい、ということでこれがベストショットでございまして、はい、あえての日の丸じゃねえぞというところですね。うん、まあ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 、なんかいいんじゃないですかね。三分割法をギリ取り入れている感じで。そうなんです。煽ってよくぞ、よくぞ見破っていただきました。ギリ、まあ、いい三分割法を生かします。そうですね、まあ、なんかちょっと怪しいかなって思うとこあるんですけど、まあギリ OK ということにしときます。はい、まあ煽らざるを得ないですよね、あのね、高低差があったので。あるのとね、後ろに変なね、鉄塔みたいなのとかあったりとかして、あ、ちゃんとそういうのを消そうとしてのこの画角になったんですね。素晴らしい、合格、ありがとうございます。意外とね、こう見ると生きてるように見えちゃうんですよね。っていうか結構リアルですよね。あのさっき見た写真と本当まんま、まんまな、ほっぺのところとかね、なんか銅像に関しての感想になってきましたけど。写真じゃねえんだっていう話。まあ、まあ、じゃあこれはよし、まあいいんじゃねえのっていうところで、まあまあコントラストも程よく青空とともにね。こんなのもギリギリね、あのちょっとあれしてみましたけれども、なんかヒノキ面って3分割じゃなくて4分割なんですね。ヒノキ面構図ですね、これは。あ、なるほど、いよいよ自分で作ったんですね。作ったんですよ。そっか、やっぱ割れるような数字でいきたいなっていうところで、4分の1、なるほどね、やっぱこうね、3分の1割れませんからね。そうですね、割りたいということでね。割りたいと、はい、まあまあ、じゃあ次動画いきましょう。はい、苦しんでますよ。これはあの、もうただただお腹にしか目がいかないですもん。むちゃくちゃ腹出てますよ。お腹苦しいんだろうな。苦しいんですよ、もう炭水化物埋め尽くされてますから、これ、やってみるか。そう、パシャッと3食分ぐらい食った、軽くなっちゃいましたね。もうなんかね、顔がもうマジですからね。もう笑いとかないですから、もう真剣すぎて。でも目のとこにさ、ストラップがあっても厳しないよ、
もんね。もう必死ですよ。おかしいもん。だってもうきっともうお腹も苦しいし、もう体勢も苦しいから、もう、ね、もう目にストラップがあろうがなんだろうね、何しようがもういいぞと、とりあえず撮るぞということです。そう終わらせるぞと。そう、あの音声も一応ね、ピンマイクついてしょ。あ、本当だ本当だ。そうなんです。ちゃんとやってるんです。やってる。いやー、すごいな、ひろきめ。はい。で次がね、ここですね。法案でっていうのを撮ったんですけど、法案でってなかなか皆さんご存知ないと思うんですけど。小学校？小学校にはね、昔法案でっていうこう社みたいなのあって、そこにね、あの天皇の陛下のこう教育直後っていうんですか、はい、が収められてて。まあ、お写真とか、そうで、それをなんかね、あの校長先生が ある時期にこう、まあね、うやうやしく出して読んでみたいな、うん、今教育直後とかないじゃないですか。いや、聞いたことなかったですね。まあ、そういうのが本州にも今ないらしいんですけど、徳之島にはまだ残ってる。へえ、まあ、でも歴史的に言ったらやっぱあれですか、珍しいんですね。珍しいみたいですね。あんな感じの中にそれとも後ろにそれが入っていて、しかもあそこのなんか欠けてるところがちょっとあるんですけど、あるでしょ、欠けてると。はい。B-52に爆撃機が来て、まあ銃弾の跡らしい。でも、そうですか。B-52に爆撃機が銃弾したら多分これ吹っ飛ぶと思うんですけど。そうですよね。普通のなんか銃ですよね。まあでも常さん曰くそういう戦争の時の銃弾の跡らしいです。そうなんですか。いや、なんか歴史お垣間見えますね。そうですね。だからまあなんか普通にね観光地行くよりはこういう地元の人に観光してもらうとやっぱり、うん、なかなか実は見れないものが見えますね。そうですね。そう、あれあの向こうが小学校なんですよ。あ、そうなんですね。そうで平屋でね、可愛らしいんですよね。あ、南国の小学校可愛いなと思って。回ってたら多分こんなのなかなかわからないですよ。うん、はあ、こういう感じなんだ。こういうところから、これもなんか、のどかな島で撮ってるからね、まだこうやって一人ロケできますけどね、これね、都会の中でブツブツ言いながら撮ってたらね、頭おかしい人だと思われるから。そうですよね、GoPro を持ちながらね。なんか外人さんだったらわかりますけどね。そうなんですよね。あ、なんか。はい、ということで写真です。はい。どうぞ。はい。まあ、社ですね。あ、こういうのってどうやって撮っていいか分かんないんですよ最近。なんか何回か神社みたいなの撮ったじゃないですか、今まで。神田明神とかも行きましたしね。で、うん、やっぱその初見で見る人が求めるのってやっぱ面というか、顔なんじゃないかなって思うんですよ、お社の。で、そっから次がディティールになってくるのかなって思うと、うん、これだとやっぱどうしても私は正面が見たくなるので、はい、なるほど。正面の写真ってないですかね。ネスネスそっか、なかったですね。そこまで気が回らなかった。まあ、あとは割とあれですよね、聞けないですしね、なんか場所を動画で見てる限りだと。いいこと言ってくれました ね聞けなかったから。そう、あ、しょうがないかなっていうとこもあるんですけど、まあぶっちゃけて言うと写真撮るものではないですこれは。まあそうですね。そうです、まあ、それはなんかちょっと薄々感づいてました。じゃあもう次行きましょう。次動画次行きましょ もうだいぶね、あの小粒な観光地ばっかりなんで、なかなかこう必死にいろいろ置いてね撮ってはいるんですけど、ね、くっついた雲の糸がくっついたっけ。うわ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 もうやだ、ヤックダメですグタグタですよ。あの私は結構ツボですけどね、はい、そういうの。法案でした。次行ってみましょう。おかしい。はい、常谷さんに連れてきてもらって。はい、ではこれでエンディングでございます。はい、ということで、はい、5日目。5日目じゃない、5話目か。5話目です ね、どうですかこれ。どうもこうもないですよね。腹が出てるってコメントしかほとんどなかったですね。そうですね、これね、なんかね
そうなんですよ。まあ私がでも今記憶に残ってるのは、はい、やっぱこう雲の糸を払ってるところとかその辺のコミカルな感じがね。ね、なんかやっぱそういうとこどうしか今ちょっとコメントがない。ないですか。はい。じゃあもう来週ですよ。そうですね。来週こそやっぱ盛り上がってくるんですもんね。盛り上がってきますよ。ここからでラストにかもう、ね、ものすごいドラマがありますから、はい、いろいろと。泣きそうにもなんですもんね。いよいよね。そうなんです。次こそハンカチを皆さんお忘れなく。お忘れなく。はい、ということで来週もお楽しみに、はい。お楽しみに。大丈夫ですか？大丈夫ですかって言わないですか毎回。